あんなこといいな、できたらいいな。どうしたんだい霊夢くん。マリエモン、未来がどうなってるか知りたいよ。しょうがないな、諦めろ。無慈悲、当たり前だのクラッカーだぜ。タイムマシンなんてないんだ。それはそうだけど、じゃあ未来予想しよう。するのはいいが、そうだな。じゃあ今日は100年前に雑誌に掲載された100年後の未来予想を紹介しよう。実際の予想図を見てから作ろうってことね。というわけでテンポよく紹介していくぜ。まずは実現していないと解釈される未来予想についてだ。一つ目はぎくび。ぎくび？よく見たら何これ三条河原みたいになってんじゃん。さらし首じゃないぜ。字面的に考えて義手の首番ってこと？簡単に言えば電脳化に近いな。脳のデータをロボットに移植して頭をすげ替えるということだ。イラストには手や足のようなパーツもあるし、全身を機械にするのを予想してたのかも。それはさすがに100年じゃ無理じゃないかな。100年前って大正でしょ？この未来予想図が掲載された当時は大正4年だな。そこから100年だから2020年の予想図だぜ。無理だなぁ。実際に脳の情報をデータ化する研究はされているが、人間を個人たらしめる人格に関しては、脳のどこにあるのかよくわかっていないんだ。つまり記憶とかを書き出すことはできても、人格とかを移植するのは無理と。その上脳科学者によれば、脳の情報を書き出すことはできるけど、書き込むことは現状できないのだそうだぜ。なるほど、あと何年くらいかな。少なくともあと50年って感じだそうだ。気が遠くなる話だわ。二つ目は、これなんだと思う？クイズ形式になった。これはぎくびと違って言うとすぐわかるからな。何か建物が空を飛んでるし、ベッドみたいなのも見えるわね。そこから導き出される結論は？空飛ぶ豪邸。そのまんま東。正解は、空飛ぶ病院だ。空飛ぶ病院？これはまだないわね。ドクターヘリは空飛ぶ救急車だしな。どっちかというと、病院ほどの設備を飛ばすのはちょっと厳しいかもね。三つ目は、これなんでしょう？また空か。空好きだねー。人はいつの時代も空に憧れるのかもしれんな。未来は空にあるってこと？なんか左上の人、捕まってる感ない？お、日本に逮捕権限がある人間組織といえば？私、かな？であれば何者だよお前は。冗談冗談マイケル冗談。空飛ぶ警察ってこと？その通り。空中警察ができて巡査が巡空すると書かれているな。本当だ。現実に警察が空からパトロールすることはないな。ドローンはあるけど、日本の警察が積極導入してるという話も聞かないしね。安全性とかの問題もあるだろうしな。有人ではないだろうが、無人機での空中からの操作とかはそのうち実現できそうな気配がするぜ。有人で予想されてるのが、無人機なんてありえないだろみたいな当時の感じを思い起こさせるわね。四つ目、これは何？家にキャタピラみたいなのがついてる。つまり動くということ。動く天地明察。で、答えは？ハウルの動く城だ。これは迷う回答。ごめんごめん、動く家ね。正解。書かれている文字によると、自動式移動家屋だそうだ。自動で移動する家か、さすがにないな。ただ、右下のイラストに近いものはあるぜ。こっちは車感が強いわね。キャンピングカーとかがこれに当たるんだろうな。なるほど。じゃあ実現したものとして紹介してもよかったのでは？迷ったが、家は動かないから実現していないとしたぜ。キャンピングカーはどっちかというと、居住設備のある自動車みたいな表現になりそうだね。5つ目のこれは何でしょう？ヒントは戦争関係だ。おっと穏やかじゃないね。私は奥の砲台のついた要塞みたいなやつが、ワイリーステージに見えてならないぜ。見える。だけどこれはわかったわ。ドラえもんネタが伏線だったってこと。ロボット兵団だ。ロボットに見えるよな。正解は100年後の歩兵だ。というか右下のイラストに着目したなら、なぜその右の文字を見逃した？答えが書いてあるクイズというのもなんかあれね。ロボットに見えるけど、これは重装備なのかロボット兵なのか迷うところだな。どちらで考えても外れてるわね。ロボット兵はいないし、いやドローンがそうなのか？二足歩行じゃないから仮にドローンが当てはまるとしても外れてるとしよう。重装備にしても、現代の兵装はむしろ軽いわ。軽くて丈夫な装備が作られてるからな。甲冑みたいな衣装も見えるし、このままさらに重装備化したらこうなるのかな。でも少しスタイリッシュにしとこみたいな感じだろうな。六つ目はこれなんだが、当てられるかな？さすがにこれはわかるわ。富士山よりでかい銅像よ。正解。右には100年後に建設されたる救世主の大銅像と書かれてるな。こんなでかい銅像ないわねー。遠近法にしても富士山よりかなりでかくない？そもそも現代の日本に、救世主などいない。それはそう。革命とかもあるわけじゃないし、
そもそも救世主が生まれる余地すらないわ。巨大陸像もガンダムが現在の限界だな。あれは動く巨大陸像ということだけど、動かなければもう少し大きいのもいけそう。お台場にユニコーン、福岡にはニューガンダムがあるな。昭和チャンネルとしてはユニコーンよりニューガンダムを推したいところね。7つ目は多分当てられないから答えを言うぜ。日本朝鮮連絡鉄橋だ。日本と朝鮮半島を連絡する鉄橋ということね。無理ね。おいおい断言するなよ。まあ無理だけど。例えば韓国と連絡するにしても、日韓関係はすこぶる悪いわ。一般国民の意識はそうでもないが、政治的にはな。北朝鮮にしてもあの国が他国との連絡鉄橋なんて許すわけがないしね。うん、危ない話題になりそうだ。ここで終わっておこう。ここからはほぼ実現したと言える未来予想図だ。尺的にこっちの方が多いのね、すごいじゃん。尺とか言うなよ。実現した未来予想図一つ目はこれだ。おっと、これはなんだ？耳に何かを当てて喋ってる男性が見えるわね。目の前のこれはモニターか何か？あと送話機みたいなのもある？テレビ電話だ。ほぼ正解。ほぼ？これはまあ現代で言うところのスマホだ。スマホ？まず霊夢の言うように離れていても顔を見ながら通話できる機能がある。さらに芝居も寄せもいながらにして、見たり聞いたりできると書かれているな。タイトルは対面電話だ。なるほど。スマホも動画で芝居とか見られるしね。もちろん LINE などでテレビ電話もできるしな。テレビ電話はともかく、現地に行かなくても芝居とか見られるって予想はすごいわね。テレビ電話まではまだ予想がつくかもしれんが、そこまで考えるとは、って感じだよな。想像力に脱帽。二つ目は、これだ。なんか素敵なイラストだ。タッチが他と違うわね。そうだな。女性がカメラを持ってるわね。奥の脇かな。つまりは持ち運べる小型カメラの存在を予想してたってわけ。正解。やったー、これは簡単よ。タイトルは桜の景色を撮影だ。この木、桜だったのね。当時のカメラは非常に高値で大きくて、さらに撮影には特殊な技術が必要だ。ハードルが高かったってことよね。その通りだぜ。その当時にカメラはもっと女性が気軽に持ち歩けるよう小型化して、気軽に桜を撮影できるほど一般化するということを予想してたわけだな。これは今と言わずとも、昭和にはすでに実現してることだね。そうだな。そして今ではどこでもスマホで写真を撮り SNS にアップしてるわけだ。そしてポイ捨てが問題になってるというわけね。そこまでは言ってない。三つ目は当てられないだろうから言うけど、カッポレダンスの流行だ。カッポレって何？カッポレというのは俗謡俗曲に合わせて踊る踊りのことだ。俗曲、ポップスみたいな流行曲ってことね。まあそうだな。平たく言えば流行曲のことだ。伝統的な民謡とかによる踊りではないってことか。例えば現在は地元の祭りの盆踊りとかでも、民謡ではなく流行曲を使うことが結構あるし、ドラえもん音頭みたいなアニソン系の盆踊りの曲を流すこともあるな。うわぁ、ドラえもん音頭で踊った記憶があるわ。他にもディスコとかで音楽に合わせて踊るのもカッポレダンスと言えるだろう。ディスコも昭和末期から平成初期にかけて流行ったね。今はクラブとかだな。クラブの流行は過ぎて、今はすっかり定着してるね。ということでこれも見事的中した未来予想図だ。四つ目はクイズ形式。これなんだ？大勢の聴衆の前に車に乗って喋ってるぽい人がいるわね。まず細かい部分から見るんだなお前は。大きなところだとやっぱりこの蓄音機みたいな巨大なのが気になるわね。私には花弁にも見えるぜ。子供の頃蜜吸ったよな。吸った吸った。ということで、拡声器もしくはスピーカーみたいなことかな。まあほぼ正解だ。またほぼか。というか毎回毎回ニアミスでなんかつまらんな。真面目にクイズしてるのに。タイトルは野外演説用大蓄音機だぜ。もう見たまんまって感じね。この車についてる見た目からすると、一番近いのは選挙カーだな。確かに。車で上に乗って拡声器で演説する、選挙カーだ。かなりピンポイントで選挙カーを言い当ててるのが面白いところだ。選挙カーというつもりで書いたかはわからないけどね。まあスピーカーとか拡声器とかで言うならフェスとかも当てはまるな。演説ではないけどね。5つ目は霊夢、当ててみろ。こんなの簡単すぎるわよ。ズバリ、おっぱい大きいコスプレイヤーね。CD ロムでセクシーな写真売ったり。ゲイコスプレイヤーに謝れ。正解だ。アジャパーすみませんでした。タイトルは100年後の交通巡査女だぜ。つまり、婦人警官ってこと？その通り。府警さんも大正4年の当時にはいなかった存在だからな。そうなの？そもそも女性の職業人自体が少ない時代だ。警察官なんて体力を使う危ない仕事は男がやってるだろ。まあ、それはそうか。女性の警察官の採用は戦後から始まったことだ。戦後からか。だけどあれだな。
実際女性は交通課に配属されることが多かったから、交通巡査の女性というピンポイントな予想図なのがすごいところだな。確かに、交通整理をしたり道案内をしたりしてる様子、もかなり解像度が高いように思えるぜ。ここまでで一番イラストに近い形で実現してるわね。6つ目は、これもクイズ形式にしよう。女性が何かを抱えて歩いてる様子と、なんか高貴そうな女性とがいるわね。一方でおじさんが洗濯をしているわ。お姉さんは山へしばかりに、おじさんは川へ洗濯にって感じね。桃太郎かよ。よく見たら女外交官って書かれてるし、働く女性と専用主婦かな？正解。タイトルは解放された女だ。右上のイラストには女腰弁と書かれているぜ。腰に弁当をぶら下げてがっつり働いている様子だな。弁当だったのかこれ。女外交官のイラストには外交円満解決と書かれているぜ。有能だ。昭和の頃はここまで極端な図はあまり見なかったが、今となっては結構見るな。女性がめっちゃ稼いで男性が家事をして下支えをする。という家庭も今は多くはなくても少ないとも言えない感じよね。ま、一番多いのは共働きだけどな。7つ目は絶対に当てられないから言う。上野公園あたりが博物館街になるという未来予想図だ。これって実現してるの？上野あたりがよくわからないんだけど、現在の上野は博物館、美術館、動物園、大学や図書館、資料館など文化施設がたくさんある。確かに博物館街とも言えるのかもね。この予想図が言いたいことは、要は文化施設がたくさんある街ということだろうからな。あと、このイラストには地下鉄道も書かれているぜ。本当だ、下の方に地下鉄の入り口がある。これもあたりだ。当時の上野公園からどのようにこの予想図を発想したのかが気になるところだな。本当にすごいと思うわこれ。八つ目は、これだ。ふむ、地下、土管、マリオ。完璧ね。なわけねえだろ。もっとよく見るんだ。よく見たらジェット噴射みたいなのしてる電車みたいなのがあるわね。早そうだよな。つまり地下鉄なわけだけど、配管があるということは地下鉄だけじゃなく、東京の地下の様子か。大正解。最初のボケは何だったんだ。マリサがつまらんとか言うからよ。わかりやすいボケだったなぁ。というかよく見たら水道とか書いてあるわね。水道、電気、ガス、通信、地下鉄で迷宮とかした。東京地下の様子がよく書けているわ。そういえば電車の形がかなりリアルだけど、電車ってこの当時あったっけ？鉄道技術が日本に初めて持ち込まれたのが1853年で、これが書かれた約100年前もあるにはあったぞ。そうなんだ。そういえば大正を舞台にした漫画とかで、路面に電車が走ってるのを見たことがあるわ。もちろん今ほど全国津々浦々にあるわけではないがあるにはあったわけだ。ちなみに日本で初めての鉄道は、明治37年8月21日に運転開始した甲武鉄道で、当時から電車を使った運転営業をしてたそうだぜ。だから電車の形がやたらリアルなのね。ちなみに路面電車を含めれば、明治28年に京都市電が電車を使ってたぜ。もちろん電車が初めて使われ出してからも、蒸気機関車はしばらく現役だった。電車って100年以上も前からあるんだなぁ。蒸気機関車しかないのかと思ってたわ。ただ、この発想はまだわかるって感じがするわ。まあ、とっぴって感じではないな。9つ目は、これだ。とっくりが5本。結構酒飲みね。まず見るとこそこ？あと食事があって、男の人が女の人に怒られてる感じね。何か指さしてるよな。これは、何かの決まり事かしら。罰金みたいな文字が見えるわ。かなりいいところまで推理が伸びてきた。家ならこんな張り紙してるのはおかしいから、飲食店ね。で、何を破ったら罰金なんだ？これは、騒ぎすぎとか？現実的すぎるだろ。正解のタイトルは、料理屋の時間制限だ。時間制限なのか。多分だが時間制限を破ったら罰金、というのがこの張り紙には書かれているんだろうな。だけど時間制限のある飲食店とかある？キャバクラくらいじゃない？キャバクラとかもあるがこれは昨今の、回転率重視効率化重視の飲食店業界の予想図と考えられるぜ。なるほど。そう解釈したら確かに実現してるというか当たってるわね。100年前の人が、100年後には飲食店は時間制限があるほど効率に厳しくなってるだろう、と予想したんだろうな。当たってるんだけどどう思考してその予想に至ったのか聞いてみたいわ。10個目は世界的大成金の豪遊だ。金持ちが空からエッフェル塔の周りを飛んでる感じね。海外に行って空から悠々自適と観光をしているのを大成金の豪遊としたわけだな。これ当たってる？おいおい。日本企業の社長が宇宙に行っただろ。確かに、成金とは言えないと思うが、世界的富豪の豪遊としては当たってるというか、予想以上のことをしてしまってるな。
まさか100年後に宇宙旅行をする社長が現れるとは思わないわよ普通。まあ2020年だと計画段階で、実際に行ったのは2021年だけどな。一般人が普通に宇宙に行けるのはあと何十年後なのかな。まず月面開発が進んで月面都市ができるくらいにならないとダメかもな。まあ宇宙行っても観光するところがないと、一般向けの宇宙旅行なんて発展しないか。そのためには宇宙に資材を大量に運ぶ方法と、月面の都市一面を覆うほどの大気のある空間、重力操作技術なんかがないとダメだろうな。数十年じゃ足りないかもね。今宇宙ステーションの重力ってどうなってるんだろう。ISS の場合、地表に近い軌道を周回しているため、働く重力は 10% 程度、ほぼ無重力状態だぜ。ここから展望皿に上げるぜ。11個目はこれだ。右上に着目してくれ。これは、シニアカーだ。あてかー、そっち行っちゃったか。違うのね。じゃあスクーターだ。そんな感じだな。タイトルは一式自動車。で、他のイラストは何なの？これから一個一個クイズにしていくぜ。12個目は、イラスト左上だ。これはわかる。セグウェイとか電動ボードだ。正解。タイトルは簡易スケート自動車となってるな。キックボードみたいな見た目のやつは、日本では馴染みがないけど一応あるよね。あるな。日本で使われてる電動ボードはセグウェイくらいだ。まあセグウェイもあまり一般的ではないけど、アクティビティとかでしか使わないイメージ。だって公道を走るには遅すぎるからな。13個目はイラスト中央に注目だ。え、なんだこれ、お手上げね。バタン級だわ。これは伸縮自在自動車だそうだ。伸縮自在自動車、この蛇腹みたいな部分が伸び縮みするってこと？そうなるな。誰かが乗ってる時に縮んだらヤバくない？頑丈で機械制御にしないと危険すぎるわね。これはさすがに実現してないと思うだろ？うん、このイラストの流れで仕方なく紹介したのかと思ったわ。実は2018年には用途に合わせて、長さが変わる電気自動車が開発されてるんだ。マジかすごい。14個目はイラスト株に注目だ。絵面だけだと鳥人間コンテストしか思い浮かばないんだけど。鳥人間コンテストをピンポイントで予想してたらそれはもう未来人だろ。さすがに怖すぎるわ。だよね。これは折りたたみ式飛行自動車だぜ。折りたたみ式飛行自動車？これも意外と実現してるんだ。マジで？2021年には空飛ぶ車の試験飛行に成功しているんだぜ。すご、技術はそこまで来たのね。しかも地上を走るときは翼が格納され、空を飛ぶときに展開する変形ギミック付きだ。これは世の男性人が好きなやつ。男の人ってこういうのが好きなんでしょう？ 15 個目はあまりに簡単すぎるから言うが、消防車と避難設備だ。これはイラスト見た瞬間に消防車だと思ったわ。大正の時代というのは高層建築が出てきたくらいだからな。リズムで考えた時に未来はもっと高層建築が多いから、火事になったらこういうのが必要だなという発想に至ったのかもね。だから、これは割と予想しやすかったんじゃないかと思うぜ。確かに。というか消防車、結構見た目が近いね。避難設備なんてもっと近いぜ。この滑り台方式のやつ。本当だ。消防車は実際はこんなホースではないが、このホースをはしごに変えれば本当にまんまって感じだな。うんうん。よく見たら左の方、滑り台から転げ落ちてる人いない？地面から結構浮いてるからな、勢い余って地面に激突したんだろう。16個目は時代が追い抜いてるパターンで、イラストはこれだ。飛行機と、花坂じいさん。確かにそう見えるけど違うぜ。正解は空中葬式だそうだ。空から散骨してるのかな？海への散骨は結構あるよな。あるね。だけど時代が追い抜いたとまではいかないんじゃない？だが今はもう宇宙葬も話題に上がるくらいだからな。宇宙葬ってもうあるの？1997年にはアメリカでは行われてたみたいだぜ。参加人数は全世界で300人以上だそうだ。マジか。本当に追い抜いてるし、思ったより追い抜くの早かったわね。ロマンがあるよな。かなりロマンね。理想としては地球への落下軌道に乗せて流れ星にしてほしいわ。すげえロマンチックだな。実際に宇宙葬の方法の一つにあるらしいけどな。これならデブリにならないしね。一番現実的かつロマンチックな宇宙葬よ。というわけで今回の話はここで終わりだ。意外と実現してる未来予想図が多かったわ。100年も前に考えられたものなのに。私も笑い飛ばしてやるつもりで探したら意外と、あれ？実現してね。となって驚き桃の木山椒の木だったぜ。昭和から平成でも常識は変わったし、時代は刻々と変わるけれど、あと100年後はどうなってるんだろうね。それを考えるんじゃなかったのかよ。そうだった。よしじゃあこの後作るわよ。私たちの未来予想図。みんなは100年後どうなってると思う？
よければコメントやチャンネル登録、評価もしてくれると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。